ご視聴ありがとうございます。ダイソーさんへ行ってきました。私の近所のダイソーさんで、こちらジェルネイルのトップコートがことごとく品切れしておりまして、ちょっと探し回っている状態でございます。単なる品切れなのか、モデルチェンジ前なのか、よくわかりませんが、並んでいるのはマットコートとベースコート。ある店舗にはトップコートを品切れ中ですという貼り紙がされたりもしておりました。ということで、ダイソーさんモードをしているこの頃ですが、またまたダイソーさんの優れものを購入してきました。じゃじゃじゃん、こちらでございます。スプリットリングプライヤー、いいかな。二重管を開けるために使うのに優れた工具であったりもします。スプリットリングプライヤー持ってるし、あるの知ってるし、言ったら前に動画上げてへんかったみたいなお声聞こえてくるようです。はい、持っております。こちらが少し前に登場しましたダイソーさんのスプリットリングプライヤーになります。じゃあ、なぜこちらの新しいアイテムが優れものなのかと言いますと、こちらですね、スプリットリング00から3号対応、極小スプリットリングに対応というところが大変大変優れた商品でございます。どういうことかとさらに申し上げますと、こういった二重管があります。開けられる大きさがこの幅、この幅にしか対応しないです。なのでいけてこれかな、そう、この大きさなら入るし、この5ミリのスプリットリングだとちょっと扱いは大変な状態になります。で、5ミリで大変なので4ミリとかも全く使えない状態で、小さい商品には無理やなと思って二重管諦めてました。そして今回登場しましたのがこちらです。極小スプリットリングに対応のスプリットリングプライヤー、ジャンコードが45504803185585になります。開けてみます。あ、ちなみにダイソーさんの330円商品になっています。じゃ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 ん、釣りコーナーにあるアイテムだそうですが、私が行ったダイソーさんにはハンドメイドコーナーに並んでました。ここを外してこういう状態です、はい、比べてみると一目瞭然、この謎のカーブがなくなってまっすぐ使えるような形になってます。ということで、こちらで5ミリのスプリットリングを使おうとすると、はい、こうやって開けることができます。こちらの4ミリですかね、4ミリの二重管を試してみます。はい、こうやって無事に通せそうな感じです。ということで、このサイズのフライヤー、超ありがたい、ダイソーさんありがとうという感じでございます。他にもサイズが変わっているラインカッター付き、ここでカットできるっていうことですかね。で、グリップ、ストッパー、ここになんかつなげられるようにもなってます。これはもともとなってました。はい、330円という、まあ、ダイソーさんちょっと高めラインですけれども、ちっちゃいスプリットリングプライヤー探してたよ、ちっちゃい二重管ってどうやったら扱えるのかなと思ってた方、朗報でございます。ぜひぜひ探してみてください。まあ、さらについでにですが、こういったグラデーションビーズ、
緒に購入してきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただければありがたいです。よければ次の動画見てください。